はい。それでは前回定義しました3次行列式ですね。これの性質を見ていきたいと思います。で、これこ、性質と書いてあるんですけども、でどう何を、どういう性質を見たいのかということですけども、それはですね、この行列 A というのを、まあ、列ベクトル、3次元数ベクトルですね。3次元数ベクトルが3つ並んでるわけですね。それの順序も含めた、順序が重要なんですけども、順序を含めたこの3つ組ですね。 その関数と、その関数と見てですね、この行列式で与えるものは、あの数ですから、行列式は数になりますから、これがこの列ベクトルの数ベクトル3つの関数と見たときにどういう性質を持っているか、ということを考えていこうということですね。はい。で、今回のお話は次回以降のその、一般の N g 行列式の定義につながっていく重要な性質ですので、しっかりと理解してください。 まず形、一応ここに書きますね。前回サラスの公式とか言ってこう言いましたけども、この6つの項からなります。よろしいでしょうか。こうですね。はい。で、まずこの式なんですけども、まず最初1番ですね。各 AI について他の列は固定して線形である。こう書いてありますね。はい。どういう意味かというと、例えば、ここを、まあ、 この2列目と3列目を、まあ、1つ与えて固定したとしましょう。まあ、123と256とかなんか固定したとしましょう。その時に、ここのところをですね、えー、変数において、ABC とかなんかまあ、適当に置いてですね。で、その時にこの行列式を計算、書いてみると、こいつは、この列、ベクトルに対して、このベクトルに対しての線形写像になってす。 今関数ですから線形関数と思いますけれども、線形性を持っているということですね。で、線形性を持っているというのはどういうことだったかというと、以前、行列の定める写像、行列の定める写像が線形性を持つという話をしましたけれども、行列との積で書けるということになるわけですが、まあ、式で言うならば、この3つの1列目の成分、A11、A21、A31 に関して、 定数項がない知識であると。定数項のない知識であるということですね。はい。で、しかもですね、もう線形性というのはどういう性質だったかというと、例えばこの1列目のところがある2つのベクトルの和になっていたとすると、それぞれのベクトルにおける値、他の A2、A3 は一緒なんですけども、まあ、点々って書いてもいいけど、A3 しかないわけですけども、A2、A3 が一緒なんだけども、この A1 と A1 ダッシュの和である強烈式は、 それぞれの行列式の和になっていると。それから、ここはまあ、1列目は例えば3倍になると、行列式の値も3倍になるということですね。で、このこととこのことはまあ、同値なことなわけですね。はい。で、実際この式見てみるとですね、A11 の係数は A A、A22A33-A32A23 ですね。マイナスこれ。これがあの、A11 の係数です。 それから、A21 の係数は A32A13-A12A33、AH、ですね。マイナス。これは係数です。で、A31 の係数は A12A23-A22A13、AH、ということで、この列、この列の1列目の各成分を変数として考えたときに、その3つの変数の え、定数項はありませんね。定数項はありません。これ全部0だったら0になるという、そういう知識になっているということがわかります。はい。他にこの、えっと、この、この A22A33 とか、こう全部2列目、3列目ですかど1列目の変数はどこにもこう出てこないわけですね。はい。ですから、2列目、3列目がか固定されていれば、これらは全部 A1 列目の変数とは無関係な定数になっているということがわかるわけですね。はい。で、それは、例えば、 この2列目に着目してみても、3列目に着目してみても、全部お互い対等で、例えば2列目に着目すると、1、2が出てくるのはここと、ここの、この項ですね。この項ですけども A 31, A、A3、1、A2、3-A2、1、A3、3ということで、各、これ各列からですね、この3つの項なんですけど、各列から1つずつ選んでかけた式になってますので、 しかも、2列目の項とか3列,目3列目の成分が1回も出てこない項っていうのはこれないわけですね。ないわけですね。はい。ということで、どれについてもこの一番の性質、えー、定数項のない次式という性質ですね。ベクトルの関数として考えると、線形写像、線形関数であるという性質を持っています。 ということで、1列目に関しても、2列目に関しても、3列目に関しても、このような性質を持っているので、こういうのをですね、多重線形性というふうに言います。で、多重線形性という表現は、あのー、例えば、内積ですね。皆さん、高校で内積を計算したと思いますけども、なんかこう u、u 足す u ダッシュの v の内積は、u, v と u ダッシュ v と。これ、この u、こちらに注目すると線形だということなんですよね。 で、それはこっちの方も V'V' だっても、あの、同じように輪に分かれるというのをやったと思うんですけども、あれ二重線形性なんですね。つまり皆さんは内積で二重線形性というのをすでに実は体験しているわけなんですけれども、えー、ま、三重の行列式の場合は、三重線形性を持っているということになります。次にですね、あ、それでま、一応注意ですけども、実はこれ、あの、後の方でだんだん出てくるんですけども、実は行に注目しても、これま、式だけ見れば分かるんですけども、例えば、 えっと、3行目だけ注目するとですね、313233に関して注目してもですね、同じことが言えるんですね。31のところの出てくるのはここで、32が出てくるのは、えっと、ここで、32こですね、出てきて、で、33が出てくるのは、ここと、ここと、いうふうにしてですね、やっぱこれも、え各、第3行の成分に関して、え定数こない知識になっているということで、まあ線形性を持つ、 ということですね。まあ、あの、行列で書こうと思えば書くことも、行列その積で書こうと思えば書くことももちろんできます、はい。この係数をまとめて、なんか、あの、行列ベクトルとか行列ベクトルを書けば、この線形性ですから、行列で書けるっていう話をやりましたので、書けるんですけど、まあ、今そこは、そこまで別に言わなくてもいいので、ま、行に関してもそれは言えるということですね。はい。それから、2番目ですね。 これちょっと、あの、わかりづらいんですけど、AI と A 字を入れ替えると符号が逆になるという性質ですね。はい。これはどうでしょうか。えっと、A、AI と A 字を入れ替えると言われてもわかんないですよね。えっと、例えばこの1列目と2列目を入れ替えると。っていうことは、つまり、こういう行列式を考えなさい。A12、A22、A32 と、A11 A、A21、A22 と、3列目はそのまま一緒と。 そうすると、このの行列式、この行列式の計算は、もちろんこう対角線をこうやってこうかけて、こういうふうにかけてってやっていけばいいわけですけれども、えー、そして得られるものっていうのは、あの、この、この元の絵のこの行列式と符号が逆だと言ってるわけですね。はい。まあちょっとここは書く場所がもうないので、えー、ちょっとこれ後で確かめる、例題で確かめることにしますけれども、 これからもう一つですね。対価性とか書いてあるんですけども、先ほどのは交代性ですね。交代性というのは、まあ、ひっくり返すと、まあ、逆になるというのを交代性っていうんですけども。で、3番目はこの、一致するとゼロになる。これはちょっとわかるかもしれないですね。つまり、これ1列目と2列目が、例えば一致していたとしましょうということですね。そうするとゼロになるっていうんですね。はい。で、実はこの2番を使うと3番出てくるんですよね。 あのー、この a1,a1,a3 と。例えばこういう行列式出と、ここ一致してるんですけども、えー、2番の交代性っていうのを使うとですね、これ入れ替えます。入れ替えると符号が逆さまになるんですね。でも入れ替えたんだけど、えー、本当に入れ替えたのってこう聞きたくなるように、一緒なんですね。つまり入れ替えて符号は変わるけど、物は一緒っていうことは、要するに x イコールマイナス x という式ですから、これは x は0になるっていうことですね。 はい。ということで、まあ、対価性実は出てくるんですね。実は対価性がある交差性も出てくるので、この2番と3番は、えー、実はこの1番の多重線形性というのを仮定しておくと、実はどっちなので、どっちか一つだけでいいんですけども、まあ、その話はまた後ですることにして、まあ、とにかくこういう性質があると。で、最後に、最後じゃないですけど、えっ、ー、と、E3 の行、これは前回やりましたね。あの、単位行列の行列式、例題でやりましたけど、1になりますということでした。はい。 それから5番目ですけども、天地取っても変わらないと。天地取るとですね、A1、こういうやつですね。A11、A21、A31、A12、A13、A22、A23、A32、A33 ですね。この行列式をこれで、この式に当てはめて、こう、対角するのやってみるとですね、全く同じものになるっていうですね。まあ、ちょっと本当かどうか、まあ、計算すればわかることなんで、ぜひ確かめてみようということなんですけども、まあ、とにかくこのようにしてですね、えー、まあ、いろんな性質があるわけですね。 列ベクトル。もしくは、ま、行ベクトルに注目したときに、せいぜいあると。で、もう一つですね。実はこの行列式っていうのは、この3次の場合はですね、え、この3つのベクトル。3つのベクトルたちが貼る。絵が下手で申し訳ないですね。えっと、こういう、こういう平行6面体ですね。平行6面体の、あの、A1、A2、 A3 と。これ平行6面体の体積のちょっと符号をつけたものですね。あの、右手形か左手形かによって符号が違うんですけども、実はそういうものになってるんですね。これはなんかちょっと面白いですね。はい。まあ、それが実はこの対火性という言葉にこう由来してるんですけども、あの、A1 と A2 が例えば一致してたりすると、これ、平行6面体がべしゃっと潰れて体積ゼロになっちゃうんですね。はい。二次元の物体になってしまいます。ということで、まあ、この 名前の由来にはなってますけども、由来になっているかどうか知らないんですけど、まあ名前直感的な理解につながりますけども、あの、体積というふうに解釈することができます。体積になっていると。体積になっているということですね。<music> それでは例題行ってみましょう。次の三次行列式を XYZ で表し、三次行列式の性質を確かめようということですね。 はい。先ほどまあ、各列に関して線形性があるとかいろいろ言いましたけれども、それをですね、こういうふうにしてですね、まあ、どっか一箇所、まあ実際に変数において、他はまあ、具体的なこういう数値で与えてですね、でまあ、性質を確かめてみましょうっていうことですね。はい。まあ、一応この最初の D1、これはもうもちろんこの XYZ という3列目に関して、ちゃんと定数項な一意識になっているかなと。 で、これは、えっと、XYZ、X'Y'Z ししとこういうふうにしたときに、ちゃんと Y になってるかな。ま、あ線形性があれば、もうこれは Y になってるのは明らかなんですけども、まあ、スカラーバもどうですね。え、で、こう、対価性とか、交、ま、代、あ、性がないですけども、まあ、これ、あ、これは、えっと、こあ、ここ、ごめんなさい交代性ですね。これは、あの、D1 からこうちょっと入れ替えたものですね。二列目と三列目入れ替えたもですね。はい。で、これは、あの、点値取ってるんですね。これ、点値取ってますね。はい。まあ、この、 行列式をちょっとまあ計算することで、まあ、具体あの全部文字だと非常に分かりづらいですから、一部に文字を、全部数値にするとまたそれはそれで分かりづらいので、一部を文字にすることによって、ちょっと性質を明るみにしようという、そういう例ですね。はい、ちょっと考えてみてください。はい、えっと、一番目ですね。まず d 1はこ,う、ね、このようになりますね。えー、確かに、えー x, y, z に関する、ま、あの、一時式ですね。定数項がない、x, y, z に0を入れると0になるような一時式になっています。d なんですけども、d はもちろんこれ、こういう風うになりますので、これは d、d1 足す d1 ダッシュ。d1 ダッシュはこの x, y, z のところを x ダッシュ y ダッシュ z ダッシュに置き換えたものですね。ということで、これはちゃんと線形性があると。で、同様に d3 に関してもですね、全体がこう2倍になっていますと。 この2倍ですね。この3列目が2倍にされることによって、行列式の値は2倍になると。はい。で、DO ですね。これは、あの、計算して、実際計算してもらうと、2YZ 足す、3ZX 足すとかやって計算してもらうと、0になるということがわかります。はい。それから DO ですね。これ入れ替えるとこうこう、ね、こういう式が出てくると思います。この式は、もちろん D1 の マイナス1倍、マイナス D1 になっていますから、入れ替えたことによって、こう入れ替えたことによって、方が逆になっていると。で、これ、点値ですね。点値に関しては、実際、こう計算すると一緒になるということが、まあ、わかる。というわけですね。はい。ということです、えー、先ほどやりました、サ次行列式の性質なんですけれども、まあ、えー、一部の列をですね、変数にすることによって、その性質を確かめることができました。 はい。それで今回もう一つ問題ですね。3次正方行列 A イコール A1A2A3 について A の行列式を K とします。この時3次行列式の性質を用いて次の行列式を求めようということですね。はい。えっと、具体的な数値が全く与えられていません。ただ行列式が K だということでその性質を使ってですね、ここの与えられている6つの行列式の値を計算してみなさいと。こういうことですね。 はい。では、ちょっと考えてみてください。はい。それでは、やっていきましょう。まず最初はですね、こういうやつですね。これは何が起こっているか、お分かりですよね。1列目と2列目が入れ替わっています。入れ替わると、どういうことが起こるんでしたか、先ほど確認しましたね。 え、交代性という名前がついていましたけれども、え、マイナスになるんですね。符号が変わるということでした。ですから、これはマイナス K ということになります。はい、次2番ですね。え、2番はどうなってるでしょうさあ、2番はなんかややこしいですね。A2、A3、A1 と。これはちょっと1、元の行列 A から見るとですね、なんかややこしいんですけども、これ1番からちょっとこう見てください。この1番の行列からこう見てどうなってるかっていうことですね。 これ1からさらに交代性を使っているんですね。この1の行列式の2列目と3列目を実はこれ入れ替えたものになっているんですね。はい。ちょっと難しいかったですかね。そういうことで、これはまた K に戻ってきます。3番ですね。これはもうスカラ倍ですね。1列目が5倍になっているので、行列式の値は5倍です。ということですね。はい。4番はどうでしょうか。4番は対価性ですね。A2、A2。 同じものがありますので、これは、ま、あの、K とか関係なくも、うこれゼロということですね。さあ、5番はどうでしょう ?5 番はちょっとまたなんか、いきなり全てのこう成分を2倍しなさい。えー、これはつまり、列ベクトルが全部2倍されるっていうことですね。さあ、これはどうなりますかさあ、はい。これ、線形性を3回使わないといけないんですね。まず、えー、他の2列はそのままで、 こうですね。えっと、2倍の A1、2倍の A2、2倍の A3 ですから、これまず1回目、ここのところと固定して、ここで考えると、2倍の A1、2倍の A2、2倍の A3 ですね。はい。もう分かりですね。これでまたこの2列目について、先決を使って2倍、3列目を使って2倍ということで、2倍、2倍、2倍になって、最後、この A の行列式が残りますので、8倍になるということですね。 ですから、一般に C、CA の行列式は、A が、まあ、3次行列ですから、まあ、3乗の A の行列式。こういう形になるということがわかります。さあ、最後、6番どうでしょうね。6番はちょっと難しいかもしれませんね。6番はどうなんでしょうか。6番は、はい。まず、線形性を用います。線形性を用いるとここが足し算になっているので、A1 と A2。 とこういうふうに分かれるわけですね。で、A2 と A3 の部分は、ここはそのままです。と。言いますね。はい。で、これで、どうですかここは K なんですけど、ここは、さっきありましたね。4番出てきたやつですね。1列目と2列目が同じなので、耐火性によって0になるということで、これ、あたり K になるんですね。はい。 これですね、えっと、まあ、後でまた出てきますけど、2列目の A2 をですね、1列目に加える、なんか聞いたことある話ですね。はい。では今回はこれで終わりにしておきます。